てるためにその目線を向かって潜っていって上半身潜っていってこう向かいに。でもこれって普通に横振りにしたら横振りにしても同じなんだ。ここの角度だけやから、こう、これも一緒や、で、これ戻したらこうとで、こうや、これ戻したら一緒なの。ここの胸郭から上の動きってのは同じやから、別にそれはそれでありやと。むしろボールの下を捉えに行って長打を打ちたいよねっていう考え方を元でやってるんだったらそれはそれで多いと俺は思う。なんかただ単に褒めてやった。そのイメージを、あの理論、僕あの感覚派なんで理論派のアッチがね横にいてくれるとすごい助かるんですね。ということなんです。ごめん俺関東には良いかということでね。そう、悪い意識じゃないですね。悪い意識じゃない。ただバットに意識を置いてるからそれがこうバットの手先、この手先だけでこう縦に行ったりして、ずれるっていう、体が思ったより潜っていかなくてずれちゃうっていうことは起こりうるかもしれんから、それは頭に入れるのかなと思う。なるほど、さすがですね。やっぱここがね、やっぱ公式でやっぱ差が出てます。軟式では、僕あの変なバット使ってるんで公式で圧倒的な差がね出てます。何本やった？あ、ホームラン0本2本。あ、2本。逆方向に、逆方向に引っ張れんから。その差なんで、僕来年はね、なんとしても長打力を磨きたいと思うんでね、守備ヘタ単の、ここはシビヘタ長打打てるんで、レベル1歩上なんですよ。なかなか厳しい戦いやけど、守備ヘタは、守備ヘタはマジで、野球やっていくと辛くなる。これは、守備ヘタあるあるやん。あるある、この共感、その共感でて、こうやって楽しむ、いつもね、そこ共感できる分がある、中に。友達やん、守備下手友達。そうそう、守備下手友達。はい、ということで、まあ、あとは縦振りを最近始めて、大阪時代には全然縦振りしなかったんですけど。そうやね、どっちかといえば、こう、何タオルでこう、絞って構えてさ、で、こういう感じで、こういうイメージ、完全に手首で、手首か、ゴムタイプやったけど、あっちで縦にやって、アチの、アチに会いたくなっちゃった。あと縦振りができる、縦振りというか、意識が変わったっていうの、完全にもうこういう。そうやね。じゃあ、一個だけアドバイスしよう、縦振りの。縦振りのコツじゃないけど、意識ですげえ大事なものがあって、それって、分かりやすいのは低めないけど、低めをキャッチャーミットの軌道まであるじゃん。ここから打つ。え、分かる。この後ろから打っていく。こっからで。そうそう。あ、落としていくね。ヘッドを落としてこっから打っていくってイメージすげえだね。あ、そのね、そう、あと一個全然変わったのが、左手の、あ、後ろ手の使い方で、今までは。こういうイメージ、片手でしたね。今はもう完全にこう、こういうイメージになった。これすげえ大事ね。オリックスの、我々の同級生、遅咲きのブレイク、ラオウ選手、杉本裕太郎選手のルーチンであんねんけど、ラスキタツナ、こういうスイング。後ろをすぐ作る。後ろのこの後ろを打とうと思ったら横振りじゃ打てない。横振りってこうじゃん。ここのここ触れない。縦振りで振ると触れる。高めでも。なるね。じゃあ低めをまあちょっと打つけど、低めを横振りで打とうと思った場合、もちろんこれも大事な技術やけど、こうじゃなくてここを打つけど、ここも打つイメージ、2個ボールを打つイメージで縦に
入れてやれば、ここ、ここって当たるの。前やってた、二個打ちと一緒かな。あ、そうそうそう、二個打ちのイメージ、高めでも同じで、高めも同じで、これをこう、かぶせにいって打つっていう技術も大事だけど、こいつもここから出していく。できてるかちょっと分からんけど、それがあの縦振りしようって思ったら一番大事な要素、俺の中でこの後ろのヘッドを落としてこういう動きで、グリップは絶対落とさない。グリップ落ちたら負け。こうやって打ちに行っちゃう。こうするともうこうしか動かない。グリップはできるだけ高さを保つ、自分の肩の高さぐらいを保つ、保った上でゆっくりやったらこういう感じ。これが落ちちゃうと難しいね、うん、これこそアッパースイング。そこの差がちょっと違う。わかんないもんね。そこ分かった。だから手が落ちないっていうのはすげえ大事、うん、だから、うん、そこだけ、まあ、アドバイスとしてあの監督って書いて。わかりました。あと、まあ、その手の、ね、はい、位置とヘッドの位置っていうところをあの、まあ、まあ一つのアドバイスとしてちょっとあの関東、大宮に持って帰って大宮行かなきゃ多分共感してくれる人はいると。なるほど。多分です。はい、来てよかったです。いやー、ありがとうございます。いや、久々に会えてよかった。はい、ということでアチュベースボールチャンネル、はい、よろしくお願いします。こういったあの大液量のちょっと待って、今アチュラミなんだ。あ、そうそうそう、忘れた。名前変わったの。そうだった。今はアチュラミチャンネル。そう、アチュラミ、ベースボール&エンターテインメント。まあこのベースボール&エンターテインメントもなくなるかもしれないけど、うん、アチュラミって言っちゃってるね。アチュラミね。名前変わったんで。名前変わってるんで。ぜひあのまだの方はね、チャンネル登録をぜひ。今3400。3400。こういったあの技術的な内容とかもやってる、はい、多く出してるチャンネルなので、よろしくお願いします。ありがとうございます。お願いします。よろしくお願いします。はい。ということで今日のナオピーチャンネルは以上になります。はい、はい、アチュベース、アチュさんありがとうございました。もうアチュベースボールチャンネル慣れたもんな。ありがとうございました。ありがとうございました。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。頭は待ってよ。デイクリストというメーカーなんですけど、グローブ作ってるんでぜひ。はい、どうぞ。よろしくお願いします。はい、ホームページあるんでぜひいろいろ見てもらえたらと思います。じゃあグローブちょっと、チャンネル登録、いいね、コメントよろしくお願いします。サバチャンネルもやってます。で、TikTok もやってます。いっぱいやってるんでよろしくお願いします。今日の動画は以上になります。